2018明治安田生命 J2 リーグは第42節最終節を迎えました。この時間はジェフユナイテッド千葉と栃木 SC の一戦をお送りします。今両チームの選手たちがピッチに入場してきました。黄色いユニフォームがホームの千葉、そして、まあ、アウェーの栃木は今日セカンドユニフォームピンクのユニフォームを着用しています。それではスターティングメンバー千葉からおさらいしていきます。前節からの変更は1人です。ゴールキーパー佐藤優也、ディフェンスはゲリア、増島、エベルト、下平、中盤は熊谷、小島、矢田の3枚、前には中央に船山がいて右に町田、左亀田という並びを予想しています。アウェーの栃木です。こちらは前節から3人を入れ替えました。ゴールキーパー竹重、ディフェンスはパウロン、服部、福岡の3バック、ダブルボランチ寺田と小発、右に川田、左に貫井、前線は大黒を頂点に浜下と西谷勇気の2シャドウとなります。ここは今矢田が手を上げまして左足で上げていきます。ヘディングスラッシャー、松島が触りました。ここはまあシンプルに上げていきましたね。そうですね、うまく合わせましたね、松島選手がね。ですからやはり守備からと取りましたよ。さあ浜下、浜下シュート、うん、佐藤優也のセーブです。浜下があそこから狙っていきました。リスタートしている浜下、さあどうする、上げていく、ヘディング、こぼれて西矢、わずかにバーの上でした。今早いリスタートからでしたね。まあ、確かに前節もね、まあ、選手交代も行いながら、あとここはゴール前チャンスにある栃木、どうだ、旗が上がっています。ちょっとね引っ張っそうなんです。 PK です。 PK という判定。ここで栃木に PK。 ここまで12得点の大黒、ゴールキーパーは佐藤優也。決めた、止めた、止めた、キーパー止めた、シュート、ナイスセーブです、佐藤優也。いやーチームを救いました。素晴らしいですねこれね。まあ、両ワイド、トップ下の船山さん、あ、奪った、西矢、大黒にパスが通る、さあチャンスだ、シュクワリと浮かせた、キーパー触った、佐藤優也、大黒のループシュート止めました。触りましたけどな、スリーバックは3人とも上がっています。中央ヘディング、打った、いやもう弾いた、まだあります、すごいです、オーバーヘッド、すごい、パウロンのシュート、佐藤優也が防ぎました。素晴らしいですね。ここパウロンフリーでしたね。完璧でしたけどね。入れ替わりますよ。熊谷のディフェンス、ね、奪った、小島から船山、ゴール前3人、シュート、まだあります、船山、ゲリア、さあ人数は揃っている、千葉シュートだ、わずかに左、最後小島でした。夏になる攻撃でしたけどね、千葉が犬井が拾った、工藤、寺田が奪いました、つなぎたい栃木、奪い返したエベルト、ここで長いホイッスル、試合終了。今シーズンの両チームの戦いが今終わりました。最終節、千葉と栃木の一戦は0対0、スコアレスドローという結果になりました。